皆さん、こんにちは。アリーナ・ウクライナのアリーナです。本日は新しいリアクション動画を撮りたいです。で、今回は、ちゃんみな美人という動画を見て、なんか一緒に見てみたいです。はい、皆さんもいつも通りにご覧いただき誠にありがとうございます。はい、そしてチャンネル登録も本当にありがとうございました。で、チャンネル登録していない方は、ぜひ登録をお願いいたします。では、始めましょう。イェイ。わあ。おしゃれな動画。そういう音楽になると思わなかった。わあ、すごく美しいタトゥーです。ですか、それは、理由はそれはヤクザのタトゥーになりますか？ちょっともっと日本っぽくになると思わなかった。でもそれレッツです。日本のレッツになります。何それ。それがおかわいいよりおしゃれの女性と思います。幸せの歌ではないですね。一つ、美しさとはそれすなわち正義である。美しくないものに人生を選択する権利はない。一つ、美しくないものに生きる正義はない、生きるチャンスはならないという意味は厳しい言葉だ。それは本当に厳しいです。炭水化物は禁止。日々の摂取カロリーは最大900キロカロリーまで。900キロカロリーだけ。一つ、鼻は高く、人中は短く、唇は大きく、かつ規定内のバランス。たくさんのルール、たくさんのルールは従わなければならないね。かわいそう。今の世代かな。一つ、規定を破ったものは。規定を破ったものは追放である。追放。素晴らしい、素晴らしきかな、この教訓。ねえ、お嬢。全然素晴らしくないです。反省できません。厳しすぎます、そういうルールは。まあ、いいでしょう。それにしても、今日も、本当に、おうつく。それはダメ。どうしてそんなに悲しんでいるの。彼女は逃げましたか。美しさとは一体何なんだ。Look at this. Oh.なんかプロダクションのいい動画です。
あー感情がいっぱいがある動画だね。みなさんが大満足ですね。意味が深いとかですね。でも愛情に関してではなくて、女性向けの動画かな。ああ、死にました。あ、亡くなりました。悲しい動画です。すごく悲しいです。気になったというか、本当に意味が不足でちょっと感動しました。それは歴史が強い動画と思います。うん、それはもう終わりかな。本当に戦う気がする女性ですね。そう、最後に一緒になると思わなかったんです。誰は誰でしょうか。誰やわー、強い動画です。感動しました。では皆さんどう思いますか。ぜひコメントしてください。まあ別のなんかミュージックビデオとか CM 笑い もっとそんなに悲しいものよりもっとなんか笑いがある、まあ、笑いがある動画の方がいいかなと思います。今の時代に。で、どちらでも見ても大丈夫です。はい。ただ、そのような、ミュージックビデオがあれば、他のミュージックビデオとか、CM、面白いし、日本の CM があれば、ぜひおすすめしてください。コメントでコメントしてください。そちらを、もうぜひ見たいです。で、皆さんも本日はありがとうございます。では次回へお会いしましょう。バイバイ。